浦和実業学園中学校、高等学校は、埼玉県埼玉市南区に所在し、中高一貫教育を提供する男女共学の私立中学校、高等学校、浦和大学、浦和大学短期大学部の系列高校である。高等学校においては、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では3年間別クラスに、 なる併設型中高一貫校。略称は、浦実のる、浦和実業、寺学校法人、旧理学園が運営する、浦和実業学園中学校、高等学校は、当初、1946年に、埼玉県浦和志願町に、手材、墓器を指導する旧理手材研究塾として創立された。その後、1946年に、 浦和実業専門学院を設立し、1963年には、同志分蔵に、浦和実業学園商業高等学校を設立。1975年の公明解消を経て、現在に至る。高等学校の募集定員は、普通科400名、商業科240名、中学校の募集定員は120名であり、県下最大級の大規模校である。また、中学校、 高等学校ともに男女共学であるが高等学校では例年男子生徒の人数が女子生徒より多いため男子生徒のみのクラスが数クラスある。グローバル化社会で活躍する人材の育成を目指した教育にも力を入れており、姉妹校関係を結びいるセントジョセフ高校との教育文化交流プログラムや2年時には 全生徒を対象としたユナイテッドハワイカレッジへの短期留学などの異文化理解を目的とした活動を行っている。これは創立者、久野利総一郎がキュウリシ理ザン研究塾の校訓として掲げたもので、実学教育をもって人間形成を図るという見学の精神を示すものである。これは特色ある学風の樹立と明朗な学園建設の元見学の精神に則り、 円満な人格、健康な体、豊かな教養を備え、勤労と責任を重んじる国家社会の優位な形成者の育成を目的とし、教育目標を具体化するための教育方針を示すものである。原則として、中学卒業後は全員、中高一貫部、第四学年に進級する。ただし、本人と保護者が部活動などの関係で、 普通科の他コースへの進級を希望する場合は認めることもある。また、他の中学校を卒業後に中高一貫部に高校から新たに入学することはできない。中学校三年時の後半から主要語教科は高校の内容を先取りした授業となる。普通科二年児から文系、理系に分かれる。ガ水、金は七元授業、木、木は六元授業となる。 野球部、空手道部、女子ハンドボール部、駅伝部、男女テニス部以外の部活動に入部できる。新球時には、成績により特進選抜コース、特進コースで入れ替えを行う。2年次から、文系、理系に分かれる。月から金まで6元事業。すべての部活動に入部可能。新球時には、成績により特進選抜コース、特進コースで入れ替えを行う。 二年次から、文系、理系に分かれる。選抜アルファコースは一年次から二年次に、成績によって、特進部への編入が可能。新級時には、選抜アルファ、選抜、進学コースで入れ替えを行う。二年次から、文系、理系に分かれる。新級時には、選抜アルファ、選抜、進学コースで入れ替えを行う。選抜アルファ、 選抜コースと同一のカリキュラムを学ぶ。新球児には、選抜アルファー、選抜、進学コースで入れ替えを行う。商業加工者空手道場、柔道練習場、生徒会室、作法室、同窓会室、放送室、多目的ホール、調理場がある。総合実践室、トレーニングルームがある。進学指導室、保健室、カウンセリングルームがある。スポーツホール、 技術室、美術室、自習室、多目的教室、カウンセリングルームがある。武道場、コミュニケーションルームがある。音楽室、第1第4パソコン教室、生物実験室、物理実験室、調理実習室、皮膚実習室、図書館がある。学園本部、セミナールーム、カンファレンスルーム、スポーツホール、スチューデントホール、展示ホールがある。 屋外運動場を2012年9月に改修が完了し、テニスコート部分とグラウンド部分をそれぞれに適した人工芝を付設し、グラウンド部分の外周は全天候のランニング用トラックを付設。荒川綾子公園の隣にあり、JR 武蔵野線、西浦和駅より徒歩約15分。住所が戸田市になるため、学校内では戸田のグラウンドと略されることもある。 野球場3面、テニスコート3面、フットサル場3面、サッカー場1面を有する。各運動部が放課後や休日に活動。中学校では、休憩大会や、射精会にも利用している。差し扇駅から北側へ、県道57号線を通り、峯岸団千葉ス停を通り過ぎて右折したあたりに、サッカーグラウンドがある。併設の浦和大学の隣接地の埼玉市緑区、大崎に、 野球グラウンドがある。郊外施設南伊豆町、下鴨温泉にある郊外教育施設で、住所は静岡県鴨郡南伊豆町下鴨85-2。オリエンテーションキャンプ、各種ゼミナール、部活合宿などで使用される。学校利用期間以外は予約すれば宿泊や合宿などで一般の人も低価格で利用できる。客室は20室。 広間は80畳を広間があり、レストランや温泉浴場もある。その他に研修室、会議室、売店、卓球台や、館外には、テニスコート6面、バレーコート2面、専用マイクロバス1台がある。ハワイ短期留学は、外部進学生は、高校2年時に、毎月各一般ごとに実施。内部進学生は、高校1年時1月に実施。ハンドボール部は、 競合で男女ともに2度のインターハイ優勝を誇る。チアダンス部は全国大会の常連。空手道部や駅伝部も関東大会に出場している。また、生物部はシンガポールでの国際大会への出場経験もあり、大学との共同研究も行うなど、非常に意欲的な活動を行っているほか、2011年から3年間、研究活動が、 国立研究開発法人科学技術振興機構から中高生の科学部活動振興プログラムに指定された実績もある。他にも公式野球部、軟式野球部の競合校である。2019年には前者が県大会準優勝。校舎が総部2年目にして県大会優勝を果たし公式軟式療法で関東大会に出場した。著名な教員。 編集著名な卒業生、編集、ありがとうございます。